返しだ。開墾、開墾、開墾ですって。気になるわね。どういうことかしら。親愛なる人類よ、エイリアンたる我が身こそ開墾の極み、地球への襲撃も、そして我が軍への攻撃こそ開墾の極みである。ホア、開墾は名前よ。コブナントの宗教的指導者、預言者の一人のね、あのシップの中から助けを求めてるわ。緊急報告、グリッドキロトゥースリーに敵、ミッション中止を提案します。ラジャーリコン、武装どうしますか。突入する。気合い入れていけ。ジェル、あの敵艦に乗り込み、開墾の預言者の身柄を確保してくれ。コブラントがよりによってなぜここを着陸地点に選んだのか、彼に説明してもらおうじゃないか。血は出てないみたいだぜ。その調子。このドアホ。
の中庭はちょっと狭すぎますね。ビルの反対側なら着陸できそうだ。あちらで待機します。オーバー。了解。誰かゲートに爆薬を仕掛けろ。あのシップに乗ってちょうだい。え？防火艇で飛行部隊と援軍を市内に送らせるわ。敵の対空砲火に備えて護衛してほしいの。わかりました。護衛に向かいます。チーム頑張れよ。墜落現場はこのホテルの向こう側です。チーフ、周囲はコブナントだらけです。こちらへ。
しいぜ。コブナント軍の大部分がシップの真下に集結しているわ。あなたは招かれざる客ってところね。とにかくその橋が市内に行く一番の近道よ。ああ、ビーチっていいよな。お前、海パン持ってきたか？おしゃべりはやめて、まずいことになったわ。このトンネルから橋に出られるわ。ネズミがいっぱいでしょうけど、泳ぐよりはマシでしょ。ちょっとまずいぞ。コブナントの無線を傍受して分析したんだけど、どうやらかなり混乱してるわ。私やあなただけじゃなく、地球に人類がいるなんて思いもしなかったみたい。頭悪いわね。でもだからあんなに小さな艦隊だったんだな。
まだやる気だぜ。ボディの体勢を立て直そうとして止めなくちゃ。あなただらけになったな。